コンディションですが、現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。フラメンゴ対パルマ、このゲームは世界でも十分注目されているマッチ、いわゆる強豪同士の対決ということになります。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。こういった両チームベンチも含めて豪華ですからね。まあ人気ありますよね。さっきスタジアムの外でもものすごい盛り上がってましたからね。はい、裏を狙う、いいボールだ。ジェルビーニョクロスを選択、フリーで受ける、クリアです。激しいボールの奪い合いです。アルマ奪い返します。ルーズになる。このパス右サイドを上がっていきます。抜けてくる、上げてくる、わずかに合いませんでした。マリアーン危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。このスルーパスは通りません。ブロゾビッチからこのフィードパス、来た、かわす、ないですね。自分で行く、来た、チャンスだ。大きく縦へ、アーチのようなパス、さえ抜けた。このボールに触ります。チェルビーニョ、ここでファウルがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。この試合初めてのセットプレーです。この1本目どう出てくるか見ものですよね。直接、これはクロスバーよりわずかに上、長いボールを送ります。マリオ、どうだ、オフサイドですね。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。ジュリアーノからアーチのようなパス、スルーパス、プレッシャー、ジュリアーノ、ルーズになる、インサイド上がっていく、抜きましたよ、ペリシッチ、アウトまで来た、セペロビッチ、素晴らしいポジショニングでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、これをしっかり処理していかなければいけませんよね。カット、このパスを防ぎます。縦のボール、ブラクユルマズ、自分で行く、上げる、オブラクしっかりと抑えました。マリアノからファーサイド、キーパー直接処理しました。さあカウンターのチャンスになります。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。マリアーノ抜けてくる、マリアーノからの折り返し、シュート、ルーズボールになる、ファーサイド、
面を、先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。これをカットします。ブロゾビッチからのフィードボール、おっといいボールでしょ。セテロビッチフリーだ。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ユインダマ、モラレスからブラクユルマズ、さあつながるか、打つか、長いボール縦へ、ここはすぐ奪い返します。フラメンカウンターを仕掛けます。縦へのボール、このボールはカットされます。エンゾンジからペリシッチ、チェックを受けますが動じません。これはどうだ、さあどこに出す、ミドル、枠のど真ん中蹴り込みます。もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。セフェロビッチミドルシュートでした。プレスからボールがこぼれる、これはつながりません。長いボールを送ります。アレクシス・サンチェス、ブロゾビッチからこのフィードパス、裏を狙っていきます。どうだこのシュート、決めたい、ボールをシュート、先制、バルマ、前半残りわずか、いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。ここで長いホイッスル、前半終了です。結果前半1対0。さあ前半が終わりました。フラメンゴとしては前半の半ばぐらいまではね、いい戦いをしてるなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。フラメンゴ対パルマ、では引き続き試合をお楽しみください。後半です。フラメンゴとしてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。パバール、これはつながりません。長友、モラレスからジェルビーニョ、ジュリアーノから大きく縦へ、ファーサイドへのボール、ジュリアーノからのパス、おこれいいですよ、中へのクロス、いやー笑いか、どうだ、
自分で行く。アレクシス・サンチェス、来た、シュート、クロスバーの少し上。大きく縦へ、裏のスペースを狙う。ここで受ける、オフサイドですね。危ない、パルマ、先ほどから見ていて前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるの。来た、あ、ダメだ、最後ホラス、裏へ届くか。長友、このボールをカットします。左サイド上がっていきます。うまいですね。クロスを上げる。さあここでカウンター、ホラです。さあ右へ預けて。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。フラメンゴとしては負けてはいますけど、シュートは相手と同じくらい打ってるんですよね。まあ、悪い状態ではないですから、最後まで攻めてほしいですよね。モラレスからブラックユルマス、これは笛はありません。さあカウンターを仕掛けます。シュート、いやー、早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。フラメン、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアする。頭、ルーズボール。フラメンゴとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。フラメンゴがメンバーチェンジをします。スローインをカット、これは読んでいました。シュート、ポスト、これはよく止めました。そうですね、よくキャッチしますよね。さあカウンター、スピードを上げたいところ。来たか、これはジャッジ、シュート、こぼれた、入れるかな。もう一度上げる、クリア、このピンチをなんとか出します。ペリシッチ、フリーだ、オフサイドです。フラメンゴ、立て続けに選手を入れ替えてきます。パスを狙う。さあ来たか、アレクシス・サンチェスに渡る。来た、シュート、北澤さん、いいシュートでしたね。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどね。ここは決まりませんでしたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。中島からマリアーノ、アルマ、
堅いディフェンス。ミドル、これは枠を捉えることができませんでした。いいですね、狙っていきましたね。この姿勢が大事ですよね。アルマ、これは奪い返します。スルーパスを出す。アレクシス・サンチェス。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね。フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。さあ、ボナジー。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。長友からファーへ。オフサイドか。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。いいプレッシャー。デグリ、緩く狙ったボール。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。長友奪います。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じできますよね。レフリー笛は吹きません。さあ一気にカウンター。ファーへのボール、ここは通しません。ここは守りきる。シュート、惜しいシュートです。やっぱり一瞬開けば打ってきますよね。まあ、ミドル得意ですからね。どう蹴ってくるのか見ものですよね。ラストチャンス生かせるか。フラメンゴ、タイムアップ間近というこのシュート、ルーズボールになる。大きく立て、シュート、なんと止めた。レグリ、ここで笛です。1対0、フラメンゴ1対0で敗れました。追いつけませんでした。結局前半のゴールが決勝点。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。フラメンゴとしては後半に入っても自分たちのやろうとすることがうまくできませんでしたよね。